運動会の皆さん、ぜひ前の方に来ていただきたいと思います。どうも、紹介いただきました。なんかあまり肩書きつけないでほしいですけど、皆さん、ごめんなさい。どなたが、もらってくれますか？症状を読むのもいいと思いますが、僕の感想を、伝えさせてください。実は僕、ちょっと2日間違う会場にいたので、皆さん、正面から見てますね。昨日、白髪披露で、ね、僕、白髪見てました。僕の障子がいいんですよ。僕の障子がいいんですか？で、この後ろのね、彼女たちの動きを見てて、なんでだろうそんな感じです。でも表からまた違う魅力があるし、それをなんかさっき友達に聞いたんです。すごくチームで一生懸命考えながら作ってる、それをね、この人数でやってるっていう、今の8チームとまた比較しながら、比較違うな、全然違うのもやります、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。そして、見たいと2回目ですよね。さっき伺いました、6年前、コロナの前です。その間、ずっとね、いろんな子供だけじゃないです、いろんなチームが我慢しながら、誰かがやってた中でね、こうやってどんどん成長してくるチームがいっぱいあるって、すごく嬉しいことです。なので、表彰します。表彰と、ミネヤマトミネさん、ミータイム代表、音羽カエンドロ、おめでとうございます。ミータイム代表、音羽カエンドロ、おめでとうございます。それでは音羽会員の皆さんに踊っていただきます。どうぞ。よろしくお願いします。はい、ミートアイプ大賞ということで、恥ずかしくない方を今から行います。手拍子の方を、していただいてですね、ぜひ盛り上げてください。よろしくお願いします。それでは参ります。花開き花落つ、古今と月月去り月来たる、新世紀の花せ夢のことし、ファンなすこと、いくばこと、そっ。
皆様の前で気持ちが今出てきました。大変ありがとうございました。これからも頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。お互いにありがとうございました。ミーナイプ大賞、オトワカインの皆さんに改めて大きな大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。さあ、それでは続きまして豊作の話題と流行